はい、まえのんです。今日はですね、購入品を紹介しつつ、メインはね、ザラの購入品を紹介していこうかなと思っております。それではよかったら最後まで見てみてください。どうぞ。よいしょ、ただいま帰ってきました。今日はお買い物デーでいろいろ買ってきました。いろいろ買ったんですよ。友達の誕生日プレゼントとか、実家にずっといたからこっちに帰ってきて食材とかも買いに行ったりとかして、今日はねリブルでコスメを買ってきた。はい、ではね、早速今日買ったコスメから紹介していきます。ディオールスキンルージュブラッシュのチーク限定カラーらしくて、めっちゃ可愛い。こういう色、今ね、お顔は何も塗ってないんですけど、チークだけね、やっていただいたんですけど、どうですか？まあ、軽くナチュラルに乗せてもらいました。これで今度ね、メイク動画撮りたいなと思ってます。春のね、新作コスメらしい。コスメ、やっぱ店舗で買うとテンション上がるなって思いました。持ってるようで持ってないみたいな色で。ちょっとマットな感じですね。今日なんですっぴんかというと、キレミラっていう私がよく行ってるホワイトニングとフェイシャルのエステがあるんですけど、そこに行ってきたので、今日はねすっぴんデーなんですよ。でもコスメが欲しくなって寄り道しちゃいました。あとリップ2色買いました。これはなんかもともと発売されてるものらしいんですけど、ヌードルックサテンルージュディオールの100の S、 なんかねどっちも似てるカラーなんですけど、これとこっちがベージュ系で、もう一個がね、これは今つけてる方ですね。プロムナードサテンルージュディオール434番、これが多分今つけてる方。つけてみよう。こんな感じ。なんか春のリップ、春のコスメが欲しくて買いました。可愛いカラーです。またこれはメイク動画撮りますね。今日はこんなことよりもザラのね購入品を紹介しようと思っていたんですけど、早速紹介していきます。結構セールやってて、セールのものを割と買ったんですけど、点数はそんなに多くないかな、8点です。まず今着てるトップスですね。これももしかしたらないかもしれない。こちらはストライプオープンニットセーターで、6590円が 45% オフで3590円になってました。サイズがなんかちっちゃい方と大きい方があって、大きい方しかなかったんですよ。私が買ったのが ML5 ですね、を買いました。でもなんか大きいサイズなんですけど、そんなに大きくなかったです。こんな感じ。私は前をインして今日は過ごしてましたね。結構ねキラキラなんですよ。シルバーのキラキラで、こことここがシルバーのキラキラで、でも結構引っかかったら終わっちゃうから気をつけてます。なんか届いた時もね、ここがね糸がピヨンってこれなってて、オンラインで買ったからしょうがないんだけど、私結構こういうのね中に引っ張ってごまかしちゃうタイプです。だから割とチェーンとかなんか引っかかりそうなものとは一緒に着ない方がいいなと今日着て思いました。店舗によってはまだ売ってるかもしれないので、もし気になった方はゲットしてみてください。顔がもう薄すぎて何着てもなんかこんな顔になってしまうんですけど、今日は私の顔じゃなくて服を見てください。こんな感じです。結構透けてるから割と寒いですね。はい、トップスはこんな感じです。なんか魚みたいじゃないですか。こういう魚いない、深海魚このなんかグレー合わせが可愛い。私だったらまあインしないかな、アウトして着るかな。これだけインしても可愛いかな。なんか最近は私柄物はねあんまり買わないようにしてて、一回着たら割と着たなって感じになっちゃうから、着回しできるものをね買いがちなので、最近はこういうの買わなかったんですけど、本当はね私こういう方が好きなんだよね。シンプルなものよりも一個で決まるやつの方が好きなので、たまにはいいかなと思って買いました。次はこれにしよう。これちょっとね、大きかった。まあ、大きいやつ買ったから別に大きくてしょうがないんですけど。オーバーサイズヘビーコットンスウェットシャツ。8590円が3990円でした。私サイズ XS から S 号買ったんですけど、え、これ、本当にでかい。じゃーん。伝わりますか、この大きさ。すっごい大きい。ぶっかぶかって感じです。でもね、生地
が本当にしっかりしてて、結構高いお洋服っぽくも見えるから、これ3000円には見えない。まあセールになってるからあれなんですけど、結構なんかガシッとしたゴワッとした感じのスウェットなので安っぽく見えないですね。裏起毛ではなくて普通のスウェットです。にしてもめっちゃ大きいです。どうしよう、このコーデめっちゃ可愛い。大きいさスウェット着てみました。こんな感じで中にさっきのブラウスを入れてあげて、リボンは取り外しできないので中にねしまっちゃってあげて、前に結ばないで後ろにしまってます。ピンチボタンも開けてもいいか。なんかワンピ風に着てます。中にはあのさっきのこれを履いてるので安心です。はい、次に紹介するのがこちら、ボックスプリーツ入りスカンツ、5990円です。 XS を買いました。ちょっとまだ履いてないからね、サイズ感が心配なんですけど、可愛くないですか？すごい可愛いと思ってこれ一目惚れしました。中はパンツになってますね。持った感じちょっと大きそうだなっていう印象はあります。ザラのスカートって XS でめっちゃぴったりってなることはなかなかなくて、大体大きいんですけど、ブカブカではなさそう。でもちょっと大きいかな。オンラインで買うときに自分の身長と体重と好きななんか着心地みたいなきつめとか選べるんですけど、それでなんか見たときに私はこのサイズがいいよって教えてもらえるんですけど、本当に大きいやつとかは出てこないんですよ。おすすめのものはありませんみたいになっちゃうんですけど、これはギリおすすめされたやつです。だから割と大きいかなと思ったんですけど、うん、かわいい。グレー多めです。この後紹介するの3つともグレーだ。まだグレーが続く。じゃーん、すごいね、細かいプリーツなので可愛すぎなくて可愛いですね。ただね、やっぱ緩いわ。これはちょっと縫おうかな、か物押し出そうかなと思ってます。自分でも結構ね物押しはしてるので、キュッてしたら可愛いもんね。これはスカート続きでいくと、これこれ買って正解だと思います。スリットディテールスコート、5990円でした。これもセールになってなくて XS サイズを購入しました。私ザラの黒のスカートで全く同じここにねスリットが入ってるスカートを持ってたんですよ。でもなんかどっか行って行方不明になってしまって、お気に入りだったんですけど、それでサイズはねすごいぴったりだったんですよ。で全く前から見ると同じデザインのスカートが販売してて、えもしかしてこれ同じ感じの着心地かもしれないと思って買ったんですけど、これはパンツですね。パンツになってて私が持ってるやつとは違くて新作ですね。後ろもねパンツになってる。前だけスカートに見えるタイプです。これはなんかサイズ的にいけそうな気が、さっきのよりはちょうどいい気もしなくもないなって感じです。ここにどっちも可愛い。こっちの方が可愛い雰囲気で、こっちの方が子供っぽく着れるかなと思います。パンツですね、今履いてます。めっちゃスカートに見えますね。これここだけ中がこうスリットになってるけど、こっちはねパンツになってる。ここが可愛い。サイズも、まあ、確かにちょっと緩いけど、でも全然なんか落ちてくる感じの緩さではないので、これはありかなと思います。後ろはパンツになってます。次に紹介するのがリブニットハイネックワンピース、5990円が 66% オフで1990円でした。サイズは S を購入しました。 S だけ残ってて、絶対これピッチピチのちっちゃいやつなんだろうなと思って、買ったら見てください。見てこの細さ、伸びるから入るんですけど、めっちゃ細くないですか？ピタピタ。ミニスカートなんですよ。これはちょっと着てみないとどうなんだろうって感じなんですけど、もうずれてた。大丈夫かな、穴開かないかな。穴開いたらへこむ。1990円でもへこみます。大丈夫そうだ。とりあえずこのピチピチは着たらどうなるんでしょうか。ニットワンピ着てみました。やっぱねちょうどいい。本当に XS のザラのピチピチワンピース本当にぴったりで、いつもね割と見つけたら買うんですけど、これは安くなってたし奇跡の一着って感じで、すごいサイズもちょうど良かったです。デザインも可愛いですよね。縦にねラインが入ってるのでスタイルもねよく見えると思うので、でバッグはねチェーンバッグ持った方がのぺっとしないので、斜め掛けで持ってあげるといいかなと思います。結構ピタピタですね。なのでちょっとあんまり食べれないんですけど、お腹出ちゃうから。ユニクロのグレーのねソックスを履いてます。帽子もねユニクロのニット帽をかぶってます。はい、次
次に紹介するのは、これは可愛いと思います。みんな好きだと思う。私はそう思っているんですけど、きっと好きだよね、みんな。リボンサテンシャツです。これは新作かな。私は XS を購入しました。あ、色他にもある。あ、こっちも可愛い。可愛すぎる。え、私こっちが良かった。ピンクのバージョンもあっちも買おうかな。私が買ったのはこっち。じゃーん、サテンのシャツですね。かわいい。このリボンがね、ペラペラしてないから、ちょうどいい感じのリボンなので、そんなに安っぽく見えないかなと思って買いました。サテンの感じも程よいですね。テカテカしすぎてないので、着やすいかなと思いました。これにスカート合わせたいです。で、ブーツとか合わせてもかわいいかなと思います。ボタンもシェルっぽくなってる。ブラウス着てみました。こんな感じです。リボンの長さもちょっと長めなのが可愛い。サイズもぴったりでした。 XS で正解。出すとこんな感じ。出しても可愛いね。次に紹介するのがこれね。履いたんだけどね、ちょっと大きかったね。ザラのパンツってあるあるだと思うんですけど、サイズ難しくないですか。だいたい引きずるし、で短いの選ぶと緩いっていう。これはね、大きかったね。まあ、ベルトループがついてるからベルトすればいいかなって思いました。ダーツストレートレッグフランネルパンツ XS を購入しました。大きかった、ショック。じゃーん、グレーのパンツです。私こういうパンツ持ってるんだけど買っちゃうんだよな、ついつい。丈がね短かったから、これはサイズいけるんじゃないかって思ったんですけど、結構大きかったな。多分腰で履くと思うんですけど、割とね、こう緩めに。そうやって履いてみたら意外といけるのかもしれないけど、私はね、ハイウエストで履くのが好きなので、もともとこういうローウエストで履くものってあんま似合わないんですけど、欲しかったから買っちゃった。生地はあったかい感じです。春までは着れるけど、夏はちょっと暑いかなって感じです。可愛いけどね、サイズはちょっと大きかったですね。このパンツは結構びっくりするぐらいブカブカなんですけど、でもなんか今こういう感じでローウエストすぎるぐらい腰で履いてると、意外とこの感じも可愛い気がしてきた。これぐらいブカブカなんですけど、でもなんかちょっと新鮮かもしれない。この腰で履く感じもカジュアルで好きかも。意外とありだな。これは去年買ったアグのイヤマフです。ラストはバッグです。これは普通に白いバッグが欲しくて買いました。クロスボディウォレット 41% オフで4390円が2590円でした。色もミントっぽいカラーとアイボリーとブラックがあって、ブラックも可愛いなと思ったんですよ。ブラックにチェーンがゴールド、可愛いなと思ったんですけど、白のこういうバッグ持ってなくて買ったんですけど、可愛い。これはじゃーん、ブラックのバッグの方はチェーンがね、割と黄色っぽいゴールドだったんですけど、これはなんか白っぽいライトゴールドのチェーンですね。チェーンウォレットなのでお財布になります。なので、まあスマホは入るけど、こういう分厚いものは入らないかな。リップ、スマホ、カード、薄めのモバイルバッテリーなら入るかなって感じ。いっぱい入るわ。ここと、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 ここめっちゃ入る。ここは入れない方がいいかもしれない。ここと、ここと、ここかな。ここはなんか軽いものだったら入れてもいいのか。めっちゃ入る。で、マグネットになってます。かわいい。これになんかチェーンのバッグ持ってみよう。このゴールかわいい。これになんかメガネかけたいかも。サングラスとかでもかわいいかもしれない。どうですか。こういうスウェットとか着るときは、きれいめのね、チェーンとかと合わせてあげるとカジュアルになりすぎないのでおすすめです。はい、ということで今日はザラの購入品を紹介させてもらいました。いかがだったでしょうか。今日は急遽動画を撮ってるので、こんな感じのやる気ない感じになってると思うんですけど、やる気はねすごいあるんですよ。ザラの購入品紹介するぞって今日は一日過ごしてたので、やる気はあります。たまにはね、こういう感じも許してください。
最近購入したものが割とたくさんあるので、また購入品動画をたくさん撮っていきたいなと思っております。楽しみに待っていてください。それではよかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみ、ミルクティー、バイバーイ。あと2分でね、このメモリーカードが終わってしまう。間に合った。買ったもの紹介しよう。あ、挨拶してない。いきます。